ちょっとちょっと危なっ、うぃー。おっすおっす、デスストランティック、ディレクターズカット、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、小型爆弾、核爆弾、とりあえず湖に投げ入れをいたしましたので、あそこの光ってるところやね、464m、 あそこにもう一回向かいましょう。音楽またしても、いやーもうほんま元はといえば、あんなところでバッテリーが切れなければさ、俺はもうちょっと簡単に来れたのにさ。はい、これどうしよう、いけんのかな、バッテリーがないから、これに乗ったところで多分動かないよね。あ、ちょっとバッテリー回復してる。あー、やった。あー、これでよし、しばらく停止しておけばバッテリー回復するんか。やっぱ、いや、かといってあの状況で何十分も放置する気は起こらへんかった。なんか雲的だ。あー、これで荷物を元通り、爆弾以外を持った状態になったし、これで OK かい。はい、来たよ、サウスノットシティ。ちゃんと荷物をお届けに参りましたね、これで。あー、ほんま、もっと歓迎してくれ、大変やったわ。ちょびひげ、ありがとうございます。みんなこの配送を待っていました。うん、助かりました。困っている市民に行き渡ります。それだけじゃない、もっと多くの人に渡せる。ありがとうございました。いや、疲れました、ほんと。お、一気に銃も増えました。大変やったもん。それでついにカイラル通信がつながるというのは本当ですか。うん、多分。待っていました。つないでください。ではよろしくお願いします。おう、夢のようです。さあ、つないでくださいつなぐよ。シャキン。元気かい、ビビで、なんか一箇所まだ真ん中らへん繋がってないとこあったな。ハンドガン、アサルトライフル。あらー、普通の武器がついに手に入ったのかな。私たちは一人では生きていけません。うん、だけどカイラル通信がつながれば都市を再建することもできます。うん、必要な物資を集めることもできます。あなたには感謝の言葉しかない。ミドルノットシティが消えて、この辺りのテロが多発しました。聞いてます。この年もテロの対象になると思っていました。でもこうして私たちは生きています。ためたね。これは奇跡や運のおかげじゃない。きっと、きっと誰かがあの時も助けてくれていたんです。それで、あなたも助けてくれた。私たちも誰かを助けられるようにならなくては。フラちゃんもっとすごいんやで。すみません、みんなにこれを渡します。ありがとうございました。サム、よくやった。ああ、この先に備えて支給品を渡しておく。
分かっていると思うが、取り扱いには十分注意してくれ。この先に備えて。アサルトライフル。あー、これはどう、そして持てないやつ。オゲイ、ありがとうサム。 あなたがサウスノットシティを救い繋いでくれた。頑張ったよ。ようやくこれで大陸の半分が繋がった。まだ半分。いい、よく聞いて。私は、おや、サム、アメリとの通信が切れた。それはわかる。旧来の通信システムで結んでいる。回線のトラブルかもしれない。すぐ調査する。彼女に何もなければいいんだが。なんかあったっぽいぞ。サム、カイラル濃度が急上昇してる。あれ、残ったはる。あなたがいる近くよ。見たことないくらいの数値なの。アメリとの通信トラブルもこれのせいかもしれない。大塚さんが残ってるのが。ああ、もう一回。これではノットシティに被害が及ぶかもしれん。サム、外を見てくれるか。なんだ、外を見てくれるか。外を見ろ。あ、床に置きっぱなし。んー、ちょっと先に荷物整理だけさせてください。オッケー、軽く整理したけどまだまだ縦に長いわ。それでここのトラックにも今荷物は積んでないから、一旦これでじゃあ外を見ろってやつか。外を、あー、風が、あー、車まで相当、あー、ビビ、相当風が吹いてますよ。おい。あれ、あれ、大丈夫？嘘。おい、はめられた。あいつらが外を見ろとか言ったから。あら、これで次のエピソードなのかな。これまた、これは生きてる人たちかい？え？あれ？マッツさんっぽいぞ、なんか。あるような気が。ああ、来た。エピソード4、アンガー。おー、ここはどこ？めっちゃ泣いてる。
え？戦争地域みたいなとこ来ましたけど。おお、なんだこら。脱出する方法を探せ。あー、俺の荷物めっちゃ落ちてますやん。はいはいはい。いや、さっき整理したとこなのに全部ある。これ全部あるかどうかが分かりませんよ。てかすーげー銃弾飛んできてますけど。おいおいおいおお。なになになに、これで全部取った。いやー、全部じゃなくない？あ、なんか今一瞬人見えたけど、なんだこれは。君はちょっと待って、なんか装備、え、ハンドガン、アサルトライフル、そんなに弾まない。ハンドガン持っておきましょう。あ、撃てる。リロードは四角。 OK。 ちゃうよ。これどうなってんの。めちゃめちゃ、いや、ちょっと今弾当たった。今どれが本物、どれが本物でどれが偽物。はあ、ははあ、このマシンガン撃とうか俺が。いや、なんだ、みんな、どれが本物で、本物っていうか全部偽物か。あ、何がどうなってんだ。どこに行ったらいいんだ。なんかでもちょっと時代的に古い感じじゃない？あ、やってることが、あ、でも戦車、なんか気持ち悪いのいる。ちょっとあれかい、この戦車を壁に、戦車を壁にして、わっから、おう、血液袋がある。ちょっとちょっと、危な、うえー、お、またしても俺の荷物、ビビ、ちょっとちょっと待って待って、毎回こうやっていっぱい荷物落としちゃうの。お魚がいっぱい死んでます。おい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 、え、ちょっとビビ泣くな、泣かないでくれ。ちょっとよし、ちょっとゆっくり、あー、今は我慢。この感じ、第一次第二次世界大戦ぐらいの感じよね。なんか血液袋渡してもらおう。ビビ、大丈夫か、お前なら。いや、もうなんか、あ、ブル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 、あやすとかじゃなく、おめえチェービー加えて寝とるわ。もう泣いとったんちゃうんか。通れます。お、あら、またビビ泣いちゃうぞ。これは夢ではないよね。パチパチパチ。で、マッツさん。タバコ、いや、かっこよすぎでしょ。
ははははどうなってんの。あれ、脱出する方法を探せにチェック入ったけど。どうした？あ？あの男は誰だ？あ？どこに？どこにいる？何を見て喋ってる？思い出せ。ああ。思い出せ。死体がいっぱい。アサルトライフル。あれは俺が。あ、ちょっと。ちょっと。空気読めよ。これさちゃうな。俺さっきあったはず。アサルトライフル2つになってる。じゃあ元何かを忘れてる。あ、これ血液袋とかもいっぱい折ってるってことはこれで回復するってことかな。から何を喋られてんだこれは。どうしたじゃなくてどこ、あなたはどこにいるんですか。どっから声がしてるのか。はあ、やるぞ君か。先手必勝。撃て撃て、ちょ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 、いっぱいいるやん。あ、楽しいライフル、楽しいアサルトライフル。リロード。はい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 、いいですよ。おいや、ブレるな。遠距離むずいね。一時退避。またじゃあ出てくるのか。弾欲しいです。弾がもうちょっと。増援。いいぞ、いけ。いや、血液袋が多分そうやな。回復っぽいな。荷物の整理。アサルトライフルがまた落ちてるってことはこれは使いまくれってことやな。進む。そして出る。やる。はい。まだ生きてた。違う。弾がねちょっと次のアサルトライフどうするしか。おい、カバーアクションとかもうちょっとできないか。マッツさん、マッツさん、ちょっとリロードとパンチのボタンが一緒っていうのがやりにくいですよ。マッツン、マッツン、マッツンどこ行った。あー、これすぐどっか行っ、これもうええわ。3発はええ。弾だけほんま欲しいけど。あー、あ、ショットガンある。もらう。ショットガン取りに行く。敵はどこですか。じゃあ、あのショットガンをとりあえず。あ、 BB を奪いに来た的な感じ。そんな。ショットガン、ちょっと待ってな。そこにもアサルトライフル落ちてるけどさ、どっち行くんだ。君はどこに。なんかでも BB をやっぱ探してるっぽいな。
こっちにアイテムがあんま追ってないってことは違う。あ、やっぱ違うな。行き止まりやな。あっちのアサルトライフルあるところをとりあえず辿っていけ的な感じやな。この辺あれや、あのアサルトライフルの近く。これ俺が置いたやつじゃないもんな。あっ、んー、クジラらしき。あっ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 、そうじゃ、どこだ。おっとっと、声いた。撃たれてる。ここちょっと場所が悪い気がする。一回降りて。なんでいるね。25発。ういちょっと待って、ハンドガンじゃなくてさっき取ったショットガン装備して、ドン。いいですね。来いや。はい、まさか。おい、楽しいショットガン。まだ起きるかい。あ、どこに行ったらいいんやろ。こっちは、あ、でも俺一回来てるぞ、ここ。クジラ、いた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 。クジラ気にはなるんだが、あ、クジラ撃っても何もならん。とりあえずマッツさんを探してって感じか。どこにいる？思い出せじゃなくてさ、あ、痛い。いろいろ振ってきてるけどさ、毒ガスみたいなのもあるんですけど、これは、あ、ちゃちゃちゃ、ちょっと失礼。どこに、あ、いたいたい、どこにいます。何か忘れてる。どうした。あ、ちょっとこれなんとかならんか。あ、ちょっと荷物が持ちきれなくなっておりますよ。君はどこに。あ、戦車、戦車は特には来ない。ビビ、あ、このオレンジの足跡をたどっていったらいいんかな。この辺で足跡が向いてる方向がよくわからん感じになってるぞ。こんな、あ、やめて。こんな外、こっちは違う。あ、いけねえよ。いけません。じゃあやっぱこの中にいんのか。足跡が途中で消えてんだよな。いや、この足跡ってさっきまでいたあのモブの足跡じゃねえか。あ、いた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 。マッツン、マッツン強い。ショットガン。ほら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 。参ったか。あ、まだか。
まだマッツン探す旅か。おお、来たよ。どうだ。あ、お、どっから出てきてるお前ら。急に出てきてない。はい。まだいるね。あ、マッツンともう一人なんかいる。邪魔。HP めっちゃ減ってる。ちょ、ショット。構えたら終わってもうた。あ、探すのに時間かかりました。ああ、やっぱ BB。 お、え、どうなった。優しくね。あら、はい、脱出成功じゃねえわ。はめられとんねん、こっちは。外を見たらこれやで。帰ってきた。サム、聞こえる？一応。ああ、大丈夫？ここはどこだ？どうしたの？俺はどうなった？あなたが配送センターを出た瞬間、嵐は突然消えたの。うん？カイラル濃度も急に下がった。俺は嵐に飲まれて戦場にいた。夢でも見てたの？通信は一瞬途切れたけど。一瞬じゃない、ずっとつながらなかった。兵士に襲われて BB を奪われそうに。そんなのおかしいわ。こいつも体験したはずだ。あなたと通信が途絶えてから数十秒しか経ってないのよ。あら、そんなはずはない。俺はあそこに数時間はいた。いや、そんなにはいなかった。きっと疲れてるのよ。とにかくそちらに向かう。私が行けるといいんだけど。分かってる、子供がいるんだろう。ごめんね、サム、気をつけて。楽しみにしてる。随分人に会ってないの。はあ。ついにマッツさんが登場しましたけれども、マッツさんの役どころの名前はちゃんと見ておりませんでした。サム、ママのラボに向かってくれ。はい、ママのラボ。彼女はキューピッドを開発したメンバーの一人だ。うん。しかしその彼女が開発当初から懸念していたことがある。うん。キューピッドに問題があるんじゃないかと。それが君が体験した現象やカイラル濃度の急上昇の原因かもしれない。ママと会って話を聞いてくれ。とりあえず次をママに会えと。ママはどこなんだ？いや、これ違う。ママ、あ、近いって言ってなかった？ママ。ママ研究、俺今、ここ。あ、近いね。なるほど。一旦ちょっと、お肌が汚れたんで、お肌だけ、ちゃんと、綺麗にしてから行きますわ。
サム、はい、未読のメールが溜まってないか。あー、メール、メール読んでないですね。重要度が高い件名が黄色いメールだけでも読んでみてくれ。わかりました。というか結構体ボロボロ、なんか血いっぱいついてる。ちょっと待って、いろいろ怒られたから読んであげるけどさ、メール、あー、なんかいっぱいあるけど、この辺でも俺読んだん違ったっけ、読んでなかったっけ。あ、なんかワイワイって言われた。ちゃんとこれ開かないと既読扱いになってないってことか。黄色のやつだけでも読んでくれって言われたからな。はーん、はーん、溜まりまくってますわ。ラッコフードを使ってくださいね。めっちゃ来てますわ。あー、どうなんでしょうか。これでなんか進行変わったりするんかな。ということで、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。シャワーも浴びてね。それではまた、よろしくどうぞ。